ハローはンヤ皆さんこんこにちイです久しぶりの料理動画ですね。今日は全然全然全然前回の、えー、薄切り子事件皆さん覚えてますか薄切り子事件です。<laughs> 犯人。犯人じゃないけどね、はい。これのリベンジをしたいと思います、えー。どういうことかというと、もう一度ですね、チーダンピンを作ります。あの日以来。僕はですね、 ずーっとずーっと反省してどうやって美味しい薄薄…切子じゃない、えー、G、ダンピンをね作れるかなと思って、えー、研究してません研究してませんけどたまたまですね土瓶でなんかあ美味しそうだなこれっていう動画を見たのでそれをねパクってね皆さんに紹介したいと思いますはいじゃあまず今日の材料を見てみましょうはいまずは トメ,イゴトメイゴ3つですね。トメイゴ3つ。あとは、薄切り粉はいいから、えー、その兄弟分ね。弟、弟い妹じゃない、えー。お兄さんですね。強力粉。強力粉を使います。たっぷりあるんでね。いっぱい作れると思います。あと、ネギですね。ネギ。これは冷凍のやつ。 正直大丈夫。未開封2002年7月23日まで。まあ、大丈夫でしょう。あとは油ですね。あと水です。以上。この作り方はですね、超簡単です。超簡単。もう紹介する必要もないけど、多分この動画ね、一瞬で終わって一瞬で成功すると思います。だといいけど、じゃあやりましょう。 はい。えー、すごい反射してますけどね。しょうがないけど。まずですね、この強力粉ね。はい。強力粉ですよ。皆さん間違いないようにね。強力粉と言います。えー、これを、この、この、なんていうの、玉ですかね。これ中国語で、沙洲ですね。なんでも沙洲。沙洲。一大沙かな。一大沙はい。その、ひと玉。このぐらい。多いかな。わかんないけど、これ。 お、お、お、多い多いま、あいいや。これ入れます。はい、このぐらいですね。入れました !OK。この強力粉の出番以上です。強切り粉か。間違えました。はい、ここからポイントですよ。分量ですね。この、面粉と水の分量です。面粉和水のビリ。えー、っと、動画の中だと、四をですね。一、二、三、四。 はい、このぐらいでいいかなすっげえ心配なんだけどで混ぜますこれ大丈夫かなダメだあダメですねこれ絶対水もっといるわもっと入りますいいもっと入りますなんか動画を見るとねもう,もうほぼ水って感じだけど大丈夫かなとりあえずプラス2ね今1対6です ああ、まだですね。まだ、まだ水入れますね。やべ、これは作りすぎな気がします。プラス2、今1対8です。あこんなもん、こんなもんかな。まあ、動画の中のその玉は結構でかかったからね。で、ここでネギ投入します。ネギ、ネギ、硬っ硬っああ 大丈夫ですかこれ。大丈夫ですかまあ、入れちゃいましょう。全部入れちゃいます。もうこれ、さよなら。<laughs> 大丈夫かな <laughs> 大丈夫かね混ぜます。混ぜられない。硬すぎて。ちょっと誤算ですね、これは。まあ、いつか溶けるでしょう。あ、溶けます、溶けます、溶けます。水もうちょっと多い方がいいかなわかんない。えー、じゃあ、卵。卵投入します。いい ががなんか若干お好み焼きみたいになってきたなこれも混ぜますはいなんとかね混ぜましたどうですかこの色合い調味料忘れました調味料はねシンプルで塩このぐらい多いかな入れましょうシンプルな味塩ですね結構多いかな心配あとはまあ個人のお好みなんですけれども僕余ってるねこのシュサンシャンを入れますシュサンシャンも少々 <laughs> 少々ですね お大丈夫かな全然少々じゃないけど混ぜますもうちょっと水入れた方がいいかなもうワンスプーン追加これで1対9ですねこんな感じでこんな具合でやります OK じゃあ車順には以上です実際にやってみましょうはい役準備できました今のところ、えー、不安しかございません でもやるしかないですねやりましょうまず火つけて強火でいいかなで油入れておおお多すぎた多すぎた多すぎたこれつけます見たでブラシでシュアイシュアやばいちょっと多いから余分な油はねここに入れときますあ少なすぎたかな <laughs>、はい、楽しいですねじゃあいよいよ入れますおーい あ、少ないね。もう一回。はい。ああ。ああ。これで、これで。はい。あ、片手難しい。片手難しいよ。片手難しいよ。これでどうかな。ああー。どうかな。成功するかどうかね。味どうなん,なんだろうね。これ。なんか若干不安、不安。若干じゃないや。だいぶ不安です。これ掃除大変だわ。今ところ。 強火ですねでもなんかいい感じじゃないですかいい感じじゃないですかいけるいけるいけますかちょっと見ますねあっあおおいいいいや,やりますね片手で史上難易度マックスのこれなん,なんていうんだろうやべあっああ あ、おお、お,おいきます。せーの。おあ、いいねめっちゃいいじゃないですか。おめっちゃいいけど。めちゃくちゃいいですね。なんか分厚いな。動画のやつだと、すごい薄っぺらだけどね。これ分厚いなあ。でも良さそう。良さそうじゃないですか。裏目はちょっとでいいと思うけどね。もう焦げ焦げしなくてもいいので。これで折ります。はい。あ,あ、ああ、まあいいか。これであ。いいじゃないですか。はい。 四つ折り。おあ、なんかぽくないぽ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 い。はい、一回試食します。おあ、very good, very delicious. おちそう。海味はい、味はどうなんだろうね。いただきます。おんん うん <laughs> すごいおいしいけど若干ねあ若干しょっぱいちょっと塩多すぎたかもしれないスザンシャンはやっぱね匂いがすごいもう口に入れた瞬間もう鼻から鼻まずスザンシャンの味味やない匂いを感じたんですよあとね焼きの時間ちょっと足りない若干 半生的な感じででもね、柔らかくて美味しいです水もちょっと多い多いかもしれないなうーんまあついていえばもうちょっと香辛料欲しいかな今のところの味はちょっと単調しょっぱい味しかないんですねあと出産者の匂いうんうまっうまっじゃあこっからはねもうひたすら作っていきます はいそれからね3枚作ったんでねもうだいぶコツ分かりました最後の1枚皆さんにねコツを伝えて終わりたいと思いますまずねこのブラシで油をねまんべんなく塗ってくださいでコツはこの真ん中だけじゃなくてよ横というかこの周辺ね塗ってください鍋が熱くなったらああもうなったなったですぐこれを入れますちょっと混ぜてね混ぜて 入れます入れます。2回この無地のスプーンで2回ですね2回の分量でやりますですぐね硬くなっちゃうから、えー、入れたあとすぐこうやってね均等に均等にこう何て言うかな円を描くようにしてくださいこれでもう固まりましたはい固まっちゃいましたで待つ この鍋の厚さにもよるんですけれども連続で作る場合はね40秒ぐらいでいいかなと思いますタイマー40秒ね30秒から40秒これ皆さんのね火力によりますけどはいこれで大丈夫かな一応裏面とチラ見してねチラ見してあ大丈夫そうだなと思ったら裏返しますこれ若,若干難しいけどでもほらほらって言いながらねああな,な,んなんでなんで えさっきまで全然大丈夫だったんだけどね。信じてもらえますか本番弱いですね。違う面からね。違う面から。はいイェーイな,なんか、うん。<laughs> わかんないけど。まあ、こんな感じですね。こんな感じでございます。で、これでさらにね、40秒、30秒ぐらいね、やります。はい。40秒経ったので、えー、もう一回、チラ見します。良さそうですね。はい あこんな感じでねでもう一回ねもう一回折りますこれで完成ですいやー疲れました疲れますね料理動画って <laughs> えもうあれこれ一1時間経ちましたで出来上がりはこんな感じですどうですか美味しそうでしょ時間経つと変色しますねじゃあいただきますうんガラス,スープ入れたんだけどあんまり変わらない シュ、うん、ザンシャンがねちょっと強すぎたシュザンシャンすぎましたあと塩もちょっと入れすぎたかなうんでも美味しいすごく両面それぞれ40秒ぐらいでいいと思いますあと、まあ、ネギは冷凍じゃなくて新鮮の方がいいと思いますそれ以外特にコメントはございません美味しいですしかもねこういう撮影じゃなかったらすごい手軽だと思うんですよまあこれあくまでもベースなんですよ自分が好きなものとかね 人参とか、ねうん、他の、まあ、ひき肉とかに、ね、入れてもいいと思うけどね皆さんもですね自分で作ってみてください美味しいですよじゃあまた次回の動画でお会いしましょうさあさじいバイバイ